します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの MC の方いらっしゃるんであんまり喋ると、また長話になると皆さんにね曲の方をと思っておりますんで、いつもは毎週水曜日川崎 FM、夜の6時半から7時半まで、DJ として皆さんをお呼びしたりして音楽番組をやってます。その兼ね合いで、安田さんも含めて島田さん、小林幸子さんも出ていただいたりしてますんで、ぜひ機会があれば聞いていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。今日はあのすいません、突然お邪魔しまして参加させていただけるということで、練習なしでまた始めたいと思うんですけど、いつもあの CD だとかカラオケに入っておりますんでそれを聞きながら歌ってるんですけど、今日はギターとピアノということで、初めてのチャレンジになりますんで、皆さん成功したら大拍手でよろしくお願いします。で1曲目は私、関根信夫 DJ 信夫の作詞で、島田富子さん、今キーボードやられていた島田富子さんが作曲なんですけど、今日は安田さんにギターを弾いていただいて歌ということで、これも初めてのチャレンジですんでよろしくお願いします。では入った時よろしく教えてくださいね。どうぞよろしくお願いします。人生のドラマです。この道を歩む
信じて実は今左手の拳だとかリングとかって出てきたと思うんですけど、これ私が作詞で島田さんが作曲なんですが、私のまあ兄弟分というか兄弟で義兄弟なんですけど、村上隆二という K-1 や空手の超有名な、私も世界空手道連盟指導官というところの理事長をやっておりまして、そのつながりで村上隆二、多分 Facebook だとかウェブで見ると村上隆二と出て、自分の初めての興行をやりますということで歌作ってくんないかというところで急遽作りまして、急遽島田さんに曲もつけていただいて、彼のために彼が歌ってレコーディングしたんですね。ですから出来たてほやほやというか、まだ1年も経ってないうちに、この本年度4月の頃ですね、歌わせてレコーディングしたと。ですからなぜか拳だとかリングだとかって出てくるのは、彼が空手人生、キックボクシング人生でこんなことをやってきて、今は頑張ってる、みんなも頑張れよというメッセージというところで作らせていただきましたので、ぜひ機会があったらまたお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。ではでは続けて、お時間も押してると思いますんで、私のこれまた作詞で、作曲桂ひろみさんなんですが、私の思いというか、この番組では毎週流させていただいているんですけど、ちょっとこの時間帯に合うかなっていうのがちょっと気持ち半分なんですが、バラード編になりますので離さないようにです。お聴きください。離れ間際にさようならの寂しい声に気がついた。二度と離さない離したくない愛を重ねたいから、背中から抱きしめたい。君を包み込むように壊れるほど優しく、いつまででも離れないように。君の瞳がささやいた、甘えた声に唇寄せ、愛を確かめる。Yeah.
中から抱きしめたい君を包み込むように壊れるほど優しくいつまでも生にいてありがとうございます。楽しくできました。皆さんありがとうございました。で引き続きじゃあ島田さんと小林さんになりますが、ぜひ話さないよりはあのカラオケにも入ってますんで、ぜひ歌うチャンスがあったら歌ってみてください。失礼します。のんびさんありがとうございました。お忙しい中いらしていただいて、今